ホセルイス・ビクトル・クーラ・ン・ゴメスはアルゼンチンのテノール歌手。オペラ歌手としてだけではなく、作曲、指揮、演出などもこなす。1990年代中頃からポスト三大テノールの騎手として国際的に活躍する。オテロを歌える希少なドラマティックテノールであることと恵まれた容姿と引いてた演技力により、現在もスター歌手の地位にいる。 アルゼンチン第三の都市であるロサリオに生まれる。少年期にフアンディロ・レンソにギターを学び、15歳で合唱指揮者となり、16歳で作曲をカルロス・カストロに学び、1982年にはロサリオ国立大学の芸術学部に入学する。合唱指揮者として活躍するかたわら、自身の声楽的才能を見出され、歌手としての訓練を始めるが、 声学教師の誤った指導により、一旦は発声を壊してしまう。その後復調し、1991年にはイタリアに渡り、ビットーリオ・テッラノーバの門下に入る。テッラノーバは、クーラの性質とは全く異なるレッチェロであったが、イタリアのスタイルを学ぶのが目的だったという。1992年2月に、ベローナのヌオーボ劇場における、ヘンセのポーリチで、 オペラデビューする。しばらくは、イタリアの地方劇場での早くや、ミラノの小劇場での出演に止まるが、1993年12月のトリノのレイジョン劇場でのヤナーチェクのマクロプロス事件で、大劇場での主役級の役を得る。以降は、1994年1月に、ジェノバのカルルフェリーチェ劇場で、ナブッコのイズマエレ、翌2月にはトリノで、 運命の力のドン・アルバーロを歌うなど、急速に活躍の場を広げ、同年9月のドミンゴ主催のオペラリアコンクールで優勝し、国際的にも名前が知られるようになり、同11月にはシカゴリリックオペラでフレーニを相手にジョルダーノのフェドーラでデビューする。この時期の録音としては、マルティーナ・フランカ音楽祭でのプッチーニの妖精ビッリのライブ録音がある。 1995年は6月にロンドンのコベントガーデンにスティッフ,フェイリオでデビュー9月にパリのオペラ座に、ナブッコでデビューするなど国際的な歌手としての活躍を広げる翌1996年は1月のローマ歌劇場でのマスカーニのイリスに始まり3月のトリノでのベルディの海賊7月のラベンナ音楽祭でのカバレリアルスティカーノなどでの 結出した歌唱を認められ、イタリアの批評歌唱を受賞している。同年には、ウィーン国立歌劇場にも、トスカでデビューしている。1997年1月には、ラジョコンダデスカラザにもデビューしているが、この時は、聴衆の完全な支持を得るには至らなかった。クーラの高音の発生が、プッシュする出し方で、正当的なメソードでなかったからとも言われているが、当初から、 イタリアの批評家からは、長続きする発生ではないと危惧する声があった。同年5月に、トリノで、アバド式で、オテロ役にデビューし、世界的な注目を集める。夏には、エラートレイベルから、ドミンゴ式による、プッチーニアリア州がリリースされ、ポスト3大テノールの筆頭として期待される中、1998年1月の、新国立劇場の落とし公演の一環である。 アイーダで日本にもデビューする。日本の聴衆に期待に違わぬ実力を見せつけ、同年9月にはボローニャ私立劇場の引っ越し公演で再来日し、ビワコホールと東京でカバレリアルスティカーナとフェドーラを歌う。ビワコホールでの公演は圧倒的な名演として、その年のベスト公演に挙げるオペラファンが多かった。一方で、 東京では自身で指揮しながら歌うコンサートが賛否両論でもあった。この間1998年4月には四半世紀の間閉鎖されていたパレルモノマシシモ劇場の再開記念公演でパバロッティの代役としてアイーダに登場し世代交代を強く印象付けた。国際的な評価が固まった1999年は4月に テアトロコロンでのオテロで地元に外線公演、9月にはシーズンオープニング公演となるカバレリアルスティカーナでメトロポリタン歌劇場でのデビュー公演が用意されるなど歌手としてのキャリアの頂点に至る。1998年までは高音の出し方に危険の目をはらんでいったが強靭な発声に支えられた充実した。 中音域の響きと 3.C 音まで安定した輝かしい高音域が両立し、マリオデルモナコを彷彿させる美声であった。秀でた音楽性と歴代の歌手の中でも結出した柔軟な表現力が噛み合ってオペラに内在したドラマ性を余すところなく描き出すことに成功していた。長身で容姿に恵まれるだけでなく演技力にも定評があり。 デルモナコやコレッリの引退以降、長年各種されていた、テノーレ・ロブストのスター歌手であった。しかし、1999年初頭に高音が抜けなくなり、無理に高音を出すために中音域の発生も、不安定になり、発生のフォームを崩すとともに、自由な表現力も失ってしまう。2000年代中頃までに発声を再構築し、平凡なテノーレ・ロブスト程度の声にはなったが、 発声重視で表現力を犠牲にしたため、主観した歌唱スタイルとなる。発声の違いを聞き分けられない、批評家や聴衆からは、手抜き歌唱などと、揶揄されるが、クーラ自身は、発声を再構築し、誠実にできることを実行している。1998年までのもの、イルガント・テメラリオやコッポ・セラフィーに、アザリー・エディトリー1999年。ありがとうございます。